はい、皆さんこんにちは。こんにちは。桃猫夫妻です。ね、天気もいいしね、休みも取れたんで、ちょっとね、気ままなドライブに出てみようかなと思ってます。どこに行くか楽しみないね。ないけど、まあどこでも寝れるんでね。気当たりばったりで。トイレも装備してるんで、うん、もうね、適当にどっか行ってね、うん、人気のないところでね、ご飯天体観測もしたいしね。天体観測、うん、天気がね、良かったんです。そしていいみたいな。CB 無線もしたいし、と、うん、いうことでね、ちょっと久しぶりにね、出ていこうと思います。それじゃあ、行ってきまーす。行ってきまーす。すごいよ。弁天様、分からんけど、恵比寿さんとか七福神が乗っちゃって。風が強かったら怖いな。関門橋。あ、大丈夫、まっすぐじゃん。こいのぼりみたいな。あ、ほんと。あ、追い風だ。まあちょっと吹いておくらい。横じゃなくてよかったね。しかしさ、この関門海峡を渡ってどこ行くの？どこ行こう？あ、工事中。横移そうかなと思ったらね。本当じゃ、見事になんか全部やっちゃったよね。すごい。せっかくね、海が見えてる。最初の辺はね、海がちょっと見えてたんで。本当ね。今工事中でネットが張られてます。ノートストーンみたいなんだ。ほんとね。これ見て、地名若宮宮若宮宮若って上から行くの。隣同士の地名がどっちがどっちかわからんことになるね、あれ。ね、うん、当てもなく走ってだいぶ来たね。うち天気が悪いから帰りたいけど。あ、引き返すなら今ジャンクションやね。懐かしい。お、懐かしいね。ここからね、トスのね、長崎の方行ったり、大分行ったり、真っ直ぐ行くと熊本。鹿児島はまっすぐね。鹿児島に行くならね、まっすぐ。広川サービスエリアに乗せる。着地したらね、給油に来たんですけどね。うん、ね、うん、うん。300キロぐらいしかね、頑張ってます、ね。全然ね。もうここまで来たらね、鹿児島まで行くしかないかなって感じですけど、ね、宮崎に行こうか、鹿児島に行こうかってちょっと悩んでます、うん、わっ。バッタイ泣けてくるんだよ。ねえ、浜田的にどうなんですか。はい、はい、ありがとうに変わること自然のね、すごいね、あれよって聞こえたんで、20個いる、うん、入らねえ。最後食べたい。うん、じゃあ買ってきました。一番人気のなんかね、唐揚げと小籠包。おかしい、食べたんよ。なんかスカスカになっちゃう。ごめんごめん、今インフォメーション行ってね、地図もらってきたの。どうなんやろ。あら、そうやね、セブンイレブンの分があれって考えたらちょっとなんか
ちょっとこっちいくらか知らんけど、まあ、こっちは900円、そんなするんこれ言っちょるけどね、2つ食べた、うん、750円ぐらいだったかもしれないけどこっちも2つ食べた、うん、なんか食べようかな、ちょっと開けてみようかな、うん、美味しそう、美味しそう、いただきます、おつまみ、こっちがまたね、美味しいよね、美味しい、美味しかった、味が濃くて、なんでしちょん食べたってことね、減ったってことでね、うん、じゃあ今からいただきます、美味しい、美味しい、初めて食べた、そうなん初めて食べた今日わ、全量190円だって、高いね、行きます、はい、ガソリンやっぱり高くなっちゃうんじゃねはい、よく何倍高く190円、消費税どっちかわからんけど、ん、コミ、あ、そうな、税込190円、 あ、見てみようか、もしかしたら200円超えかな、ちょっと待って、3040円やったんだけ、うん、税込み190円。税込み190円か、うん。どうしよう。どういうでーす。でもね、燃費はね、はい、燃費はね、11点、燃費は 11.15 で、うん、過去最高じゃないかな。今調べたら、ね。多分ね、満タン入れちゃなかったんや。あそうなん、16リッターで多分止めちゃった、止めちゃったん、うん、あそんな気がする、だけ燃費がいい、うん、そうそう、まあそうよね、あここどこやろ、山へ、山へ、すっかり夜になりました、もう山へのサービス、こんだけ走るのが遅い感じですけどね、ナビの時間が進まん、エリアなのかパーキングエリアなのかちょっとよくわかんないですけど、何しに来たかというと、東に進みます、ガソリンを入れに来ました、およそ600メートル先合流します、前へ行こうかな、マイクのスイッチを入れ忘れたのでアフレコで行きます、ハイオクなんと195円でした。そして燃費は 11.29 キロですね、まあこんなもんかなって感じです。山へのサービスエリアで、一泊しようかなと思っております。隣にもキャンピングカーが止まっております。ここの、サービスエリアはですね、セブンイレブンが併設されているので、そこでいろいろね買って食事をして寝ようかなと思います。はい、牛丼とこのガーリック、なんていうかな、チューブですね、おろしニンニクのチューブ、特産品みたいに書いてあったんでね、買ったんですけど、なんとね中国製でした。中国製の、ニンニクを使用したものでした。それからこれね、万能調味料のマキシマム、これもね置いてあったのでちょっと嬉しくて買ってしまいました。それからニンニクの、味噌ですね、肉味噌、これおかずになるんじゃないかなと思ってね買ってきました。食事を済ませてここでもう寝ようかなと思ってたんですが、やっぱりね朝まで行けるとこまで行こうということで出発しました。一体どこまで走るんだろう、全くね当てのないドライブを楽しんでおります。